新民党とは、第三共和国、一新体制時代の韓国の保守政党で、最大野党である。第二共和国期にも新民党は存在したがここでは、第三共和国、第四共和国時代の新民党について取り上げる。北世紀政権期の1967年2月7日、同年5月の大統領選挙を前に、民衆党や新韓党などの保守野党勢力が結集して相当された。 結成直後に行われた大統領選挙では、院前を擁立したが、旧党派間での連携が十分できなかったこともあって、4年前の大統領選挙の時よりも、牧政紀に大きく票を引き離され敗北した。牧世紀の参戦を可能にする参戦会見では、会見案に賛成した自党の議員3名の職を剥奪するために党を一旦回答し、 再び新民党を結成するという離れ技を行ってまで改憲反対の姿勢を明確にした。翌々年の大統領選挙では近大中候補を擁立し、現職、牧世期に対決姿勢を示して前線した。しかし、大統領選挙後に行われた第8大総選挙で、陳山波動が発生。これをきっかけに、党内対立が高まり、1972年9月には、 主流派と反主流派が別個に党大会を開催する事態となり、反主流派の一部は脱党して民主統一党を結成した。維新体制時代の1974年2月に柳沈山総裁が病死すると同年8月の党大会で金四三を選出し、対立を避け与党との妥協を試みていた。柳沈山とは変わって民主回復と 憲法改正の主張を正面に掲げて政府、与党に対抗した。しかし、金四サムの強行路線をめぐって主流派と非主流派に分裂し、党内対立が激化。1976年9月に行われた党大会で金四サムが総裁の座を追われる結果となった。1978年12月の第10代総選挙では与党民主共和党を 得票率でわずかながら上回り、政権に対する批判の根強さを示した。そして、翌1979年、金四サムを再び総裁に選出すると、新民党は反軍政の姿勢を鮮明にした。しかし、全都間が5.17クーデターによって政治的実権を掌握すると、政治活動を停止させられ、1980年10月27日に、 交付された第五共和国憲法不足により解散させられた。翌1981年に決闘された民主韓国党には、金四三、金大中を除外し、政治活動規制措置から免れた党内の恩恵派のみが迎えられた。出典、統一朝鮮年間1967から1968年版、統一朝鮮新聞社、ありがとうございます。